こんにちは。はい、今回はですね、この人相ではなくね、龍神の相、麒麟の相という形でね、あまり聞いたことないと思うんですが、実は龍神さん、龍神系と麒麟系っていうのが世の中にいるんですね。でまあ、そういう人たちを見抜くことによって、その人が、適職がどんなのがいいのか、その人はどういう仕事にあったり、どういうアドバイスをしたらいいのかとか、そういうのをね、見抜く方法があります。これは中国のやはり昔軍師とかしてた人が、まあ、漢の時代とか、まあその唐とか隋の時代ね、やはりそれほど生年月日とかがはっきり分かってなかったので、その人の前で骨相学ですね、骨とかその髪の毛とかその髪の毛の質とかを一瞬見て、あ、この人は将来皇帝になるなとか、あ、この人は将軍にした方がいいなとか、あ、この人は軍師としてね、そういうので育てた方がいいなとかね、なんかそういうのをね、戦いに行くのか、それとも、なんか事務次官になった方がいいのかとか、そういうのを見てたというやり方なんですね。で僕やっぱり三国志が好きだったんで、きっと孔明とか曹操とかね、劉備玄徳もみんなこういうのを学んでたと思うんですね。だからそういう人相見ってやつですかね。でかあのそういうののことなんですけど、まずはこの髪型ね、髪の毛見た時に2つ分かるんですけど、その方が、この白髪がねどっちにあるかってあんまり皆さん意識して見てないと思うんですけど、実は白髪って両方同じように生えてこないんですよ。片側に偏るんです。で右側が多い人の方がこういうスピリチュアル系っていうか宇宙系、要するに直感系が多いんでね、右のこの側頭のこの横側、しかも前ぐらいに白髪が多いな、この人白髪多いなっていう人は、こういう系だと思ってください。で全部真っ白の人はもうまた違う意味なんですけど、とりあえずまあ黒いんだけど白髪が目立つなっていう人なんかはそうですね。でまあ僕ちなみに、こっちとこっち見てもらって分かると思うんですけど、いつも、髪の毛切ってもらう時に、わあ梅原さんはいつも右頭が増えていきますよねっていつも言われるんで、あやっぱりそうかなっていつも思ってるんですね。あともう一個あるのがその M 字死体ね、何度かあの動画の中でも説明しましたけど、こういうふうにこうおでこがこうまっすぐじゃなくてこのね、M のようにこうキュッとこうなってる。でこの M 字死体の人もやはりこういうふうな発想になっていくという、これ昔からのそういう伝があるんですね。さらに今回これからいよいよ本題なんですけど、このじゃあ龍神って何なの、麒麟って何なのっていうことなんですけども、まあ龍神っていうのは名のごとくこの龍がねこう天に昇っていくと。で麒麟っていうのは麒麟が自分が主体というよりも、麒麟っていうのはあの、まあ、ビールのねあの麒麟っていうやつですね。普通のあのアフリカにいる麒麟じゃないんですよね。でこれは麒麟っていうのは、麒麟が現れたらその平和になるとかね、麒麟は歩く時にその虫も草も踏まない、こういうふうにね、ちっちゃい虫ですらこう踏まずに歩くっていうような、そういうようなその特殊な動物なんですけども、この2つが一体どういう意味が隠されているのか、それとまず、皆さんがどちらかなのかっていうのをね見ていく方法があります。はい。でそれまず龍神さんの龍神相ですね。で龍神相っていうのは基本的にちょっとやっぱ鼻がねしっかりとピュンって高い、もしくは鼻がしっかりと凛としててこう鼻筋が立っている、それとあと耳の場所が高い、耳の場所が、ちょっと普通の人よりやっぱ高い、それと眉がしっかりと太くて目立つというかね、しっかりと目の上にしっかりと眉があるなっていう感じで、で目が丸い人ですね。で顎に特徴があるって言うと、やっぱりこれ龍の形なんですね。顔としてだんだん龍で、さらに面白いのが、もしその目の前の人が特に男性の場合ヒゲを生やしたら似合うだろうなっていうね、そういうヒゲを伊藤博文さんとかね、ああいうふうなヒゲを生やすと似合うだろうなっていうふうな、感じだったら、まずそれは龍神相ですね。でその人はやっぱり首相とかね、皇帝とかに多いんですよね。だから皇帝になってきた時にやっぱり皆さんあのその軍師がこの人が次のね皇帝にした方がいいとか、パッと見た時に例えばこの漢のね劉邦も結局人、人相見の人にあなたは将来天下人になるからうちの娘と結婚してくれって言ったぐらいの人相を持ってたと。で実はこの唐の大宗、唐のね大宗とか漢の高祖とかもみんなこの龍神相だったと言われています。はい。
でちょっと顔が面長で、でこう目にやっぱり眼球のこの光のね強さみたいなのがあったんですね。眼光ですか。でやっぱりね、あとねほくろがちょっと特殊なほくろがあって、とか足にね、肝のあの酵素は足にすごいほくろがあったとか、 数がねたくさんあったとか、なんかそういう伝説がありますので、やっぱりそのちょっと特殊体質、それとあとね確かね肝の酵素は腕がすごい長かったとかね、だから普通の人が見た時にちょっとあれちょっと普通の人と違うなっていう特徴、何か知らないけどこの人違うなみたいな、特徴があったみたいです。でやっぱりこの顎とかね、そのまあ顎とかひげっていうのは大体その人のその将来じゃないですか。上帝中帝下帝って言って、上のおでこの部分が先祖 で中帝が自分の若いとこの頑張る時の目とか鼻とかね耳とかで一番頑張る仕事をするバリバリするところで、大体もうこの口から下顎のところとかね、そういうのは何かというと、もう引退した後ですね、だから70、80をどう生きていくかっていうところを表しているので、ここがまあ貧相か裕福かしてるかによって違うと。よくあのね会社の社長さんが二重顎だったら成功すると、二重顎を置くことはここが潤ってるから、ここは痩せほけてないので、財がねたくさん入るっていう風な見方もするというので、まあその顎っていうところがあると思いますのでね、はい、またこのね顎とかそういうところも、まあ、切り取って詳しくはしたいと思うんですが、で次に今度は、この、キリンさん、キリン層はどういう層かというと、キリン層はここに書いている、首が太くて、で姿勢が良くて、でいつもこう胸を張ってて、でまあおでこがこの M 字さんですよね。で、さらにその顎がちょっと横に広い、顎がねくくっと横に広くて、で、眉が太くて、普段いつもちょっと遠くの方をずっと見てる、近くじゃなくて遠くの方をずっと見てるっていうので、まあ僕らがイメージするなら例えば勝海舟とかね、坂本龍馬っていつも遠くの方向を見てる絵ばっかりじゃないですか。やっぱり遠くの方を見るっていうのは軍師なんですね。だからまあ軍師参謀型がまあ言ったらキリン層なんですが、まあ今で言えばこんなあなたは軍師ですね、参謀ですねとかね、じゃなくてやっぱりコンサルタントですねとか、占い師ですねとか、ヒーラーとかね、カウンセラーとかセラピストですねって、そっちの方が合うのかもわからないですね。だからこちらはどちらかというと2番手3番手で、このどちらかというとこの龍神さんをこう応援していくというね、サポートするというタイプの人です。でこの人たちには歩く特徴があって、ちょっと大股で歩くのと姿勢がいい。で普段はまあ図書館とか喫茶店でゆっくり本読んでてふーんってやってるけど、その有事何か事件が起こったとかね、そういう時にはパッと動いてパパッとテキパキとすると。だからずっといつもテキパキ動いてるんじゃなくて、何か大きな事変があった時だけパッと動くけど、いわゆる昔で言った戦争とかね、一揆とか反乱の時はパッと動くけど、それが収まったらまたスーッとして、なんかいつも漢文読みながらねずっと庭にいてるみたい なんかそういう、まあ、諸葛亮孔明も含めて彼らが馬に乗ってウェイヤーっていうことで戦いに行くようなイメージじゃなくてね、なんかこう自分らでこうなんかこう戦略を立てるという。でこっちの人らも実際全面前に出て行動するっていうタイプなのでね、はい、まあ女性の方でもちょっとこういう特徴があれば、で耳の位置とかね、そういうので、いろいろ見てもらうと首の太さとかね、はい、あります。でまたあのね猫背の人とか姿勢とかね、あの横から見た体の作り方とかね、背骨の形とかいうのもあるので、またそれをね次回したいと思いますが、とにかくまあこの龍神系か、キリン系かというね、龍神層かキリン層かっていうのをちょっとねお話したので、この人ちょっと龍神さんや、あこの人ちょっとキリンさんやみたいなね形で見るのも楽しいじゃないですか。でそういう形でまず自分を見て周りの人を見てください。とにかくまあ髪の毛が右側が白髪が増えてるということは宇宙とつながれてるという、スピリチュアル系が強くなっているということで、すごくいいと思いますので、はい、という形で、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。